はい、こんにちは。スタジオ系の茂木です、えー。今回はですね、絶対に間違いない背泳ぎの練習方法ということで、えー、実はですね、僕いろいろ動画撮ってて、300本近く、いろんなこう、水泳だとか、水泳に限らず、ダイエットとか、体系のこととか、トレーニングとか、いろんな動画をこう、YouTube で出してるんですが、一番再生回数が多いのが、なぜか背泳ぎの動画なんですよ。2年間で11万回ぐらい再生し,たしていただいてるんですけど、 その背泳ぎの動画の中で、えー、言いたかったことでその背泳ぎの動画を撮影した時にはこの水中映像がまだこの撮れるための準備が整っていなかったので全て陸上だけで説明しきりましたただ今回はもうこの水中でカメラ2台こう置いて水の上と水の中を同時にこう撮影してその撮影した動画をこう組み合わせることで水の上と水中の手の書きとかそういうのがもう 両方から一気に分かるような、まあ、そういう撮影器具を導入しているので、それによって撮ってきた動画、これを使いながらですね、背泳ぎの必要な練習方法、まあできればその絶対間違えない。背泳ぎの練習方法で結構こう、背泳ぎのこう、バタ足の練習をいっぱいして、ここから手で水を後ろにこう、押して書くみたいなことをしたりとか、まあそういう練習が一般的だと思うんですけど、 そういった練習だけでは、どうしても腰が反って足が沈むとか、えー、手で水をこう押して、これ、ね、押していくことで進んでるから腕が疲れるとか、えー、顔に水かかって鼻に入って辛いとか、スピード出ないとか、いろいろなこう悩みが発生すると思うんですが、まあ、今回はそういった悩みができるだけ起こらないように、失敗しない練習方法、 僕としてはその失敗しない練習方法はサイドキックを中心に練習していって背泳ぎという泳ぎ方はサイドキックの左右の入れ替えが背泳ぎであるというふうに僕は思っているので、まあ、その練習方法を細かく解説していこうかなと思いますで、そしてこのサイドキックがうまくできない人っていうのも結構いるのでそのサイドキックがうまくいかない人っていうのは 一つには、やはり肩や首周りの柔軟性の問題があると思います。なので、この肩や首周りの柔軟性を出していくことが背泳ぎで顔を残して軸を維持しながら肩から大きく回して、こう、体がすごくこう、しっかりローリングしていく。けれども、顔は動かない。はい。 泳いでる時にあの額にペットボトルとかを乗せて泳いだとしてもペットボトルが落ちないぐらい顔を止めて体がしっかり動いていくそのためにはある程度この僧帽筋と言われている首から肩にかけての筋肉 あとは、ま、肩甲骨がある程度動いていかないと、そういった動きができないかなと思うので、動画の中盤ぐらいに、この肩周りの柔軟性を増していくためのストレッチやトレーニング、もしくは、このちょっと道具を使ったセルフケア、そういったものもご紹介していきたいと思います。では、早速、水中動画を見てみたいと思います。 はいで今回お勧めしたいのはですね、サイドキックの10回チェンジ、まあ、点チェンジというふうに僕は呼んでるんですが、大体でいいんですけど、この横を向いてキックしてます。まあ、おへそが今こっち側に向いてキックして、まあ、入れ替わって今度逆側に向いてキックしてると思うんですが、大体足を10回ぐらい、ダンタンタンタンって動かしたかなと思ったら左右入れ替え。 ちゃんと10回数えなくていいです。数を数える練習ではなくて、横向きのこの姿勢で安定するという練習です。で、今度はスロー再生で見てみましょう。で、この背泳ぎの時結構これ間違いやすいんですが、キック蹴る方向っていうのはこれ横方向に蹴ってるんですよ。上向いて泳ぐのが背泳ぎなんですが、上向いてるからといって上に蹴るのではなくて横方向に蹴っていきます。 そしてこの入れ替えの時の指先をちょっと意識してもらいたいんですが、まず前向いているところから指先下向きになって、その後に上向きになって、えー、最後後ろ向きになるという風に、指先は伸びてこう前向いているところから下向きになって上向きになって最後後ろ向きになる。こういう4つのこの向きを指は向きながら、 手が10回くく。ららいいいたら入れ替えをしていくこういう練習をしていくとこれサイドキックキックの練習なんですが手の練習にもなりますそしてこの入水する時っていうのはリラックスしながら親指からパシャンと入水させていくとそういうふうにして、えー、手を伸ばして泳いでいけると気持ちよく背泳ぎが泳ぎやすいですで、えー、先ほどのこのサイドキックの左右の入れ替え これが背泳ぎだと思ってもらっていいと思います。はい。えー、なので、毎回体は横に向いちゃいます。横に向いて、右向きから左向きに、左向きから右向きに。で、この時、僕、頭がほとんど動いてないと思うんですよね。で、キックという、キックは横向きになったり、上になったり、結構、向きを変えてます。 いかがだったでしょうか今のが背泳ぎのこうサイドキックといって横向きにキックをしながらキックの練習をするのがサイドキックです。一般的なキックっていうと、まあ、例えばビート板を持ってこういう風に顔を上げてビート板の浮力に寄りかかるようにしながらバタ足していくと一般的なキック練習だと思います。 で、背泳ぎの一般的なキック練習はというと、ああけになって、おへそ天井に向けて、足もこう上下に動かしていく。上下に動かしていくキックが背泳ぎの一般的なキックの練習になると思います。まあ、もちろん、この練習ができないっていう人は、まず一般的なキック練習から始めてもらった方がいいとは思うんですが、ある程度このキックができてきたら、今度はそのまま蹴る方向を横向きでも蹴れるように、 横向きでもまっすぐ進めるようにサイドキックの練習をした方がいいです。というのもですね、結構上向きになってキックすると腰が反って、えー、骨盤が前傾して腰が反ってで足が沈んだままこういう姿勢になってキックをしちゃう人が多いんですよね。これマトリックスとかこうやって反ってるようなああいうなんか姿勢になってバタ足をしちゃう。そうすると足が垂れ下がってるので抵抗を受けて進みが悪くなります。 また足が沈んでいることによって体重が足の方にかかっちゃうのでせっかく手を遠くに入れて手の重さを伸びることでこう進んでいきたいと思っても足が沈んでいると手を遠くに入れてもこっち側に体重が乗りにくいつまり伸びで進めなくなります これ足の位置が高いと手を入れてスッて伸ばした時に手の方に体重が乗っていって進みやすいんですよね。まあなので、あの、上向きのキックばっかり練習するとどうしても骨盤の操作とかこの腹圧、こういったものがわからない、えー、まあこの辺難しいので、スタジオに来てもらって実際に骨盤の動きとか腹圧とかをこうトレーナーとマンツーマンでセッションして 覚えてできるようにすれば問題ないとは思うんですけど、そうじゃない人の場合は結構いい姿勢で泳ぐっていうのが難しくて足がどうしても垂れ下がっちゃうんですよ。で、この足が垂れ下がる問題がですね、このサイドキックの練習をすると結構うまくなりやすいです。で、あのサイドキックをするとなぜその問題がうまくいくかというと、サイドキックをしてこの腰が腰の骨盤とかこの蹴る方向がうまく取れてないとものすごく曲がるので、 ダメだっていうのがよくわかります。えー、サイドキックするときにこう伸ばして、この胴体のラインの上で蹴るような感じが理想なんですが、多くの人はこの胴体のラインよりも後ろ側で蹴っちゃいます。そうすると、ここで蹴ってると、どん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 こう、顔側にどんどん曲がっていっちゃうんですよね。 で、サイドキックしてすごく曲がっちゃう人っていうのは、背泳ぎのキックしてもらうと、やっぱり腰が反って足が沈んでる人が大半なので、サイドキックをやってまっすぐ進む人っていうのは、いい位置で蹴れてると。そのいい位置で蹴れた状態で手を回していきたいんですよね。なので、背泳ぎのサイドキック、すごく有効な練習になると思います。曲がってる、キックして曲がっちゃうっていうことは、どこかがおかしい。特にキックがおかしいと思ってもらうといいと思います。 この体のラインのここで蹴ると、はい。この後ろの方で蹴ったりしていかないでください。そうするとどんどん蹴りながらこう曲がっていきます。あともう一つ背泳ぎのサイドキックできない人っていうのが顔は上に向けたいんですが体は横に向けたいと。この時に顔が上に向かない人っていうのが結構います。もしくは顔を上に向けようとすると体の方が横に向かないと。 これはなぜ起こるかというと、肩周りが硬い、はいえー。首をこうやって左右に向けた時に、体、肩を固定して、真横ぐらいまで首が向く人っていうのは、このサイドキックをした時に安定します。ところが、首の角度が真横まで向かない。これ以上向けようとすると、体の方が回っちゃう。そういう人はですね、肩が硬いんですよね。肩が凝ってると。 はい、この状態でサイドキックをしようとしても体が向かないもしくは体を向けに行くと顔が横向いちゃってなんかこう顔に水がかかって鼻に水入ったりするみたいなそういう人っていうのは肩周りの、えー、硬さ凝りっていうのが原因になってサイドキックがうまくできないでこういう人はクロールを泳いだ時もローリングが大きく入らないんですよなので手の回転だけになりがちです ここから、ここまで入れて、その分手を前にスーッと伸ばして、この手の重さを前に乗せて、手の重さによって体が引っ張られるように伸びで進むっていう泳ぎができなくて、手で水を後ろに押して、柿で進むみたいな、こういうクロールになったり、こういう背泳ぎになりやすいです。なので、肩の後ろの辺、この僧帽筋だとか、あとはこの肩甲骨と背骨の間、 もしくは肩甲骨のこの脇の横あたりですね。この辺っていうのは自分でストレッチをしたり、まあこの後紹介しようと思っているちょっとした器具を使った、えー、自分でのケア、セルフケアっていうのをやっておいてあげないと、せっかく伸びで進めるようなポテンシャルがあるのに、それが活かせなくて手のかきだけになっちゃう。 あとはまあ、この辺肩凝ってるとどうしても偏頭痛の元になるだとか、あとは姿勢がだんだん崩れていったりもしやすいので、この辺を緩めておくことが健康に生活していく上でも大事だと思うので、そこについてちょっとこの辺のストレッチだとかセルフケアの方法っていうのをお伝えしたいと思います。ストレッチを紹介する前に、まずはですね、こういった道具、これマッサージガンって呼ばれるタイプのもので、 まあこれ実はですね以前僕の動画でも紹介させていただいたんですが u ーフィットさんというその日本の健康器具だとかスポーツ用品メーカーの u ーフィットさんが出しているリリーサーミニというものになります。以前ご紹介させていただいたただ方がこちらの リリーサーミニーってこういったもので、で、これめちゃくちゃいいんですよね。まあ、僕も普段使わせていただいていて、まあ、以前紹介したものと今回紹介したものだと、まあ今回の方がケースが小さくて持ち運びがしやすかったりとか、まあこの以前紹介したこの以前のモデルもめちゃくちゃ使いやすいので、うちのスタジオ来ていただいている方でも買ったよとか、使ってるよっていうお声をいただくんですが、まあ今回のモデルに関してはよりこの よりコンパクトで持ち運びやすくなって、まあ、水泳の試合出るとかって言って、予選終わって決勝前に、ちょっと予選のこの体の疲れとかを取りたいなっていう時なんかにも、すごく持ち運びがしやすくて、遠征とか合宿とか、そういった時にあ持っていって使いやすくなってるんじゃないかなと思い。で、まあこのリリーサーミニ、これ自体実は結構重量があって、 まあそんなにこう持っててすごい重いってほど重くはないんですが適度な重さがあることによってこの上のののボタンを押しした時にここ先端部分が振動しますこの重さがあることによって軽くつまんでこれ本体の重さでこうやるぐらいな自分からこうグーッと押し付けるとかじゃなくてもう本当に軽くつまんだぐらいな感じですね。指でででつまんでで本体の重さでグーッと 当ててておいてあげるだけで、まあ今、あの、右肩を緩めるために右手使っちゃってるんですが、本来はこれ逆の手の方がいいですね。で、こっちの手をリラックスさせて、肩のこの辺とかにドーンとこう当てておくと。で、まあこれあの振動がですね、まず1段階目、そして2段階目、3段階目、 そして4段階目で4段階目になると相当細かく振動してるんですよ、ね。まあ、前僕が紹介した時僕はこのいつも1段階目でやっててそれ以上上げてませんっていう風に紹介したんですけどまあそれから以前紹介してからもう結構1年ぐらい経って今この4段階目でガーってやるのが結構ハマっててですねはい。以前は1段階目で十分かなと思ってたんですが結構4段階目ぐらいでグーっと思いっきりこの ものすごい速い振動数ですね。これで当ててあげると、肩がすごく終わった後軽くなる感じがして、まあ動きが良くなると。まあそれによって、この肩の疲れ。 お仕事柄デスクワークをして肩が凝っちゃう人とかあとはどうしてもこう頭が前に出てストレートネックって言われる頭が前側に出る姿勢だとこの辺に筋肉にすごく負担がかかって肩が凝る原因になっていくんですが今みたいな感じでこの辺をガーッと振動を当てて筋肉をゆするこのゆするっていうのが結構大事なんですよゆすっていくことでこわばった筋肉が徐々にこうほぐれほぐされて 遊びが生まれてくる。で、この、揺すって遊びが生まれた後に、こういう風にして、ストレッチをかけてあげると、すごく体が伸びて、柔軟性、可動域が上がっていきます。いきなりストレッチするよりは、ちょっとこう、揺するような感じで、ガーッと振動を与えて、その後、ストレッチした方が、ストレッチの効果が、どんどんこう、上がっていくような感じがあって、 僕、基本的にストレッチ大好き人間なんですよ。というのもこの疲れを次の日にできるだけ残したくないと。 今日例えば練習して、で、次の日朝起きて、うわあ筋肉痛だ、昨日の疲れが残ってるっていうの結構好きじゃないので、割とその日のうちに撮っておきたいっていう考え方なので、もう現役選手だった頃から、練習終わったらプールサイドで20分ぐらいストレッチしてから帰って、で、家帰ってお風呂入った後も、まあ30分ぐらい、まあ、だらだらテレビとかつけて、それ見ながらとか、あの、僕、音楽、まあ特にヘビーメタルとかハードロックとか、 あと演歌とかその辺好きなのでそういう音楽かけながらストレッチとかよくしてたんですけどとにかく次の日に疲れを残したくないそうすることによって次の日また高いパフォーマンスで練習できるで高いパフォーマンスでした後にちゃんと疲れをとって次の日に疲れを残さないでそういうふうにいいスパイラルっていうんですかねいい循環に乗せていくことが、えー、より上達していくとかタイムを上げていくために大事だと思うので、まあ、こういう道具があると 普通にストレッチするよりもめちゃくちゃ効果が上がる感じがします。あと楽なんですよね。どうしても自分のこう手とかでこうやってグリグリ押したりとかして、でもこう押してる時って、こっちの肩に力入って、こっちが硬くなるんですよ。で、しかも指先とか結構痛くなったりするんで。 で、こっちが緩んで、じゃあ今度こっちの方やろうと思ってこうやると、さっき緩んだこっちもまた力が入ってきて硬くなるみたいなことが結構あるので、これであればボタンを押して、あとは軽くもうつまむぐらいな感じで持って、で、えー、当てとけば OK です。こうやって適当に持って、本当にこう指2本でつまむような感じで持っちゃっても、僕の場合全然大丈夫で、このままボケーっとこう YouTube の動画を見たりとか、 えー、なんか好きなアーティストのライブを見たりとかテレビ見たりとかしてるともうそれだけで緩んでくるのでものすごくあの楽というかななんんかここのケアすするるとが好きになるんですよねどうしてもセルフケアとか自分で毎日ストレッチするっていうと結構大変だと思うんですけどこういう道具を使うことによってセルフケアがめちゃくちゃ楽になる。 これは結構大きなメリットだと思いますでます、あ、でもうすでにこの以前僕が紹介させていただいたこのマッサージガンこちら持ってるよっていう方もしくはこれじゃなくても他社メーカーのこのマッサージガン持ってるよっていう方はですね2つあるとすごくあの裏技的な使い方ができてこれあのまあもう1人必要なんですがこれ両方オンにした状態で上 こう挟み込むような感 <laughs> なのであのまあ今僕が一人でやってるんですけどもう一人誰かがこう後ろからこの辺とかかけてもらってで自分ではこう前からこうやって当ててとかってやって二人がかりでこう緩めていくとかするとこれ終わった後がですね相当肩が動きが良くなります。 2台ある人なんかはそういうこともできますし、まあお友達に貸したりとか、家族で使っていただければ、もうあの年齢問わずどなたでも使えるので、すごく便利かなと思います。一家に1台あると結構重宝します。うちもあの妻とかがデスクワークで疲れてちょっと肩やってとか言われながら肩こうやって当ててたりとか、腰の辺当てたり、あとどうしてもお尻の辺ですね、この電筋。電筋の辺を緩めておくと腰痛持ちの人なんかには非常にいいです。 まあなのでそういった形でこういうもので揺する揺すった後にストレッチをして伸ばすでまあ、もちろんこのマッサージガンお持ちでない方はですね自分でじゃあどうやって揺すろうかっていうところなんですがない方はあの自分で貧乏ゆすりする。 なんかこうゆさ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 みたいな感じでしばらくこう体を貧乏ゆすりみたいな感じでゆすっていきます。でこの時にとにかく力を抜いて脱力してゆる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 、はい、こうだらだらして顔のこう表情とかも緩めてもう半分寝ているような感じでだらしない表情をしながら体がだらーっとこう。 こう氷が溶けていくような感じでダランとしてそのまま体を揺すります、はい、でこれがあの1分や2分じゃなくてもう5分ぐらいやるような気持ちでしばらくダラダラダラーとこうちょっと姿勢を変えたりしながらいろんな格好で体を揺すっていきます、はい、これで揺すった後にうーっとこう、えー、右手で頭をこうしたらこう 左の耳を掴むような感じにしてそのまま左側にぐーっと倒していきますこの時にこっち側の肩をしっかり下に落とすようにするとこの辺がピーンとよく伸びると思いますこういう風にしながらでちょっと顎を引いてみたり顎をこう上げてみたりしながら角度を変えながらこの首の横のラインですねここを伸ばしてってあげると結構こういった時に 頭を残して肩がよく動くようになりますこの柔軟性が背泳ぎでは欲しいんですよここが硬いと体重が乗らないです、はい、まあ、なのでこの道具に頼るのが一番楽ですねなんかただ当てとくだけでいいので当てたままボケーっと YouTube 見たりテレビ見たり好きな音楽聴いたり そんなことをしている間にもう体がこう整っていくので、マッサージに行くと一回やっぱり5、6千円とか、高いともっと高いお金がかかっちゃうと思うんですけど、3回か4回ぐらいマッサージ行かないと思って1台買っちゃうと、もうこれほぼほぼ半永久的に使えるので、 体のコンディショニング用として非常におすすめできるものだなと思います。で今回この UFIT さんからこちらのリリーサーミニ、えー、こちらのこのクーポンもいただいてますので、僕のチャンネルのこの概要欄、下の概要欄ですね、そこから飛んで クーポンコードというのをコピーして買う時にこうペーストして購入していただけると通常買うよりも安く購入できる特別な特典をつけていただいたのでそれでぜひこの機会に購入して使っていただけると背泳ぎだけじゃなくていろんなところで体の柔軟性が水泳においてやっぱり武器になるところって多いと思いますでそういうところに使いやすいんじゃないかなと思いますでまあこういったもので緩めた後にストレッチで伸ばす もしくは自分で軽くこうダダダダラダララダラと体をこう揺すすっていきますしばらく揺すった後に伸ばすっていうのをやっていくことでだんだんこの肩の周りが良くなって顔を残して体がしっかり横に向く、はい、そういうことができるようになっていってサイドキックの精度が上が上るそうすると背泳ぎっていうのはサイドキックの左右の入れ替えが背泳ぎです。 なのでサイドキックのレベルが上がれば上がるほど背泳ぎのレベルっていうのは勝手に上がっていきますそういうふうに泳げるといいんじゃないかなと思いますではもう一度今度は背泳ぎで泳いでるところの動画を見てみたいと思いますはい、えー、まあスタートしてですねここから顔が動かず体が左右に向いていくキックの方向は横向きになったり上向きになったりまた横向きになったりで胸は毎回右に向いたり左に向いたり こういうふうに動いていきます。で、この際のこう手の指先の向きなんかもサイドキックで練習していけます。はい、今のような背泳ぎができると、すごく効率がいいんですよね。えー、柿で進むというよりは、やっぱり手を入れて体を倒していくことで、この手だけじゃなくて肩の重みが前に乗って、それによって体が前方に引っ張られるような感じで、重さが乗っていくことで体が進む。 これが一番効率がいいと思うんですよ。手で押したり、水、足でこう、後ろに水を蹴って押したりっていう、そう、どうしても自分のパワーを使って進む泳ぎというよりは、自分の体のパーツの重さを前に乗せていくような泳ぎ方。これがですね、やっぱり長い距離を楽に泳ぐ。そういったことでやっぱり必要になってくると思います。で、じゃあ、あの、短距離の人は、この、 今みたいなこといらないかっていうとそんなことはなくて短距離を泳ぐ人なんかはこの柔軟性があって大きいこの手の回転を早くスパーンとやっていくことで遠心力が生まれていきます小さい円を回すよりも大きい円を回した方が遠心力って大きくなっていくので肩がこの肩が柔らかくて大きくこの手の大きな円が作れれば作れるほど 前への遠心力っていうのは生まれていくので、やはりこの肩周りが硬くて、手が大きく回せない、体が動かないで、こういう風に手が、手のこう回転半径が小さくなっちゃうってなると、前への進みが悪くなると思います。なので、この背泳ぎのサイドキックをしながら、ここでしっかり顔を真上に向けて、体が横向きになって、この状態で、このちょっと人によっては首が、 肩とか首の可動域があってうまくこの体を真横に倒すところぐらいまでできないかもしれないんですが、まあ、その辺は自分でちょっとこう緩めてストレッチしたりとかして肩の柔軟性をある程度作って顔は真上で体が真横っていうそういう状態を作れるように練習していけるといいんじゃないかなと思います。はい、という形で今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 チャンネル登録や高評価が更新の原動力になります。また、こちらのスタジオ系のメンバーシップといって、 YouTube の僕のスタジオのその有料会員になっていただくとですね、いろいろこのうちのスタジオでやってるトレーニングっていうのが、えー、ご自宅でもできるような形で動画を作って配信しています。でまあ、普段なかなか YouTube では出せないような、えー、特別な練習方法、トレーニング方法、腹圧や体幹、そして脱力、リラックスの方法、さらには肩から大きく腕を回していったり、 股関節からしっかり足を使う方法だとかそういったことをいろいろこの動画にして会員限定動画という形で配信していますのでもしご興味のある方は下のこのメンバーになるというボタンを押していただけるとメンバーのこのないコースによって見られるこの動画の本数だとか受けられるサービスが変わってくるのでそういったサービスも利用していただいて自分の上達だとか健康をこうより高めていくことに使っていけるといいんじゃないかなと思います えー、という形で今回は以上になります。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。